マクタノザです。今回はですね、前回の動画でギター弾きたくなる映画の中でも紹介したんですが、ペンタトニックスケールを紹介したいと思います。このスケールはですね、アコギしか弾かない人にとってはね、ちょっと馴染みがないんですけどね、これを知っておくとですね、誰かとギター弾いた時にね、2人でギターじゃん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 って弾いた時に、2人でコード弾いてもつまんないなとか思った時に使えます。これを覚えておくとね、飛び道具として使えます。それに、まあ、指の体操にもなります。ね、コードばっか弾いてると、ね、こういう練習しなくなるじゃないですか。指のこう、弾きたいけどなかなかってなった時に、これを一つ覚えておくと、指の体操になります。だから、ぜひ練習してみてください。では、行きましょうか。最初にね、弾き方の解説をしていきたいと思います。まずは、ペンタトニック、スケールをですね、弾く時の指の位置。6弦、5フレット。ね、人差し指、ね、あと他の指はスタンバイしとく、ね、中指を5フレット、6フレット、薬指7フレット、ね、小指8フレットのあたり、ね、スタンバイさせる。でこのままそのままスタンバイさせた指を使って、8フレットは小指、ね、5弦いって、7フレットするときは薬指、ね、そういう感じで弾いていきます。でもう一つポイント、ね、指をバタつかせない、あまりこうバン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 、ね、チャッカ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 ってやんない、こうジャン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 、人差し指はなるべく押さえたら次の弦を押さえるときもそのまま、たまにこう指離して離して離してっていう人なんですけど、それはちょっとないように、はい、そういう風にやってみてください。で、1弦まで行ったら次6弦まで戻る、これを繰り返していきます。でこう繰り返して練習していくと、まあ今回はタブ譜載せましたけど、タブ譜載せなくても指が勝手に覚えていきます。それが大事です。どこのフレットを押さえてるかなっていうのが大事なので、ぜひ繰り返し練習してみてください。もう暇さえあれば弾いてみてもいいかもしれないですね。最初ちょっと指が動かないかもしれないんですけど、そのうちできるようになります。で慣れてきたらね、ちょっとテンポ上げてみたりとかして、メトロノームとかに合わせてみたりしてやってみてください。でこう早く弾くじゃないですか。早く弾くとどうしてもこうピコピコってこう音出てない時があると思うんで、それは自分で気づかなきゃいけないんですけど、そういう時は右手と左手の指の動きがマッチしてないので、どっちかが追いついてないんですよ。そういう時はまたゆっくり練習してみてください。その早い状態で弾けてる、満足しちゃったら、それで体が覚えてしまって弾けないまま、中途半端なままどんどん先に行ってしまうことになりますので、それはないようにしてください。昔の僕みたいになっちゃいます。なのでゆっくりゆっくり寄せて、ちょっとずつスピードを上げてって、スピード上げてって、少しでもこう、あ、今みたいにこうピコピコって音が鳴らない時があったら、またちょっとテンポを落としてゆっくりやってみるね。1週間2週間やっていくと絶対弾けるようになります。だけどもうこんなの簡単だよとか言って、こうなんかダカダカダカ、ただ早くやってても音出てなかったら意味ないので、それはないように注意お願いしますね。もしかしたら僕の言うことを聞いてくれなくて、こう聞いて満足しちゃってる人がいるかもしれないですけど、ぜひこの動画を見て気づいてもらえたらと思います。では次にですね、ちょっとスケールについて解説していきたいと思います。これはね、 Am スケールになりますね。ルートが A のルートはここですね。5弦、6弦の5フレットね。だからここでこう弾いていくと Am スケール、Am ペンタスケールですね。だから、この人差し指を押せるところを3フレットにすれば、これは何になるでしょうか。6弦の3フレットは G のルートですね。だからこれ G のペンタトニックスケール、マイナーペンタですね。で今度6弦の、8フレットになったら、これは C ですね。 C マイナー、まあ C マイナーの曲もなかなか現れないですけど、だいたい A マイナーか E マイナーですね。 E マイナーはこっちですよね。12フレット、あと12フレットがここ開放弦、6弦開放もE なので、まあここで弾くときはちょっと開放弦使わなきゃいけないで、まあ楽って言ったら楽なんですけど、あんまり指の体操にはならないので、これはまあ今回は
いいかなと思います。まあそんな感じでいろんなスケールを抑えられます。でペンタトニックスケールのペンタっていうのは5っていう意味ですね。いろいろ世の中にも出てくると思う、ペンタペンタっていうのが出てくると思う、それは5っていう意味ですね。なのでまあ何語かは分かんないんですけどね、僕も。で、あのペンタトニックスケールっていうのは5つの音で構成されてますよっていう意味になりますよね。でどんな音が使われているかっていうと、分かりやすく Cm で考えてみると、ドミのファ、ミのフラット、フラットね、半音下げてる、ドミのファフラットで、ファソでシのフラットでまたドねになります。5つの音になりますね。だからドレミファソラシドでいくと、レとラの音を抜いてミとシの音を半を下げるっていう感じになります。それがマイナーですね。でペンタマイナーになりますので、まあこの辺はね、この辺は覚えなくてもいいですね。こんな風に考えると、最初にこんな難しい話しまうとわけわかんないになっちゃって、もういいや、やりたくねえわっていう話になっちゃうんで、今の話は後々ね、1ヶ月後2ヶ月後半年後1年後に、ああそういえばマクサノさんの野郎がこんなこと言ってたな、とこういうことあったなと理解していただけるぐらいでいいと思います。ただ勉強熱心な方はね、ここでなんでだろうなんでだろうって考えていろいろ調べてもいいと思います。すげえ出てくるんで、文献は、文献っていうんですかね、ネットでググればたくさん出てきます。なので、まあ、今ので興味が湧いた人は調べればいいし、ね、興味が湧かなかった人はぜひこの僕のタブル、ね、これを弾くようになってみてください。でこれを曲にね、最初に言った2人でコード弾いてジャガジャガジャガって弾いた時にこれが役に立つよって言った時、言った話についてはまた後日の動画でお話ししたいと思いますので、今回はこのこれだけ覚えていただければいいと思います。マイペンタトニックスケール、本当に指の体操になりますし、僕も中高とよく練習してました。これ、あ、一つ言い忘れた、右手の動きはこの上下してあげてください。上下上下とアップダウンね、5、6弦弾いて次5弦弾く時もちゃんとアップダウンアップダウンね、1弦の時もアップダウン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 と、あ、逆だダウンアップ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 とやってください。ね、どうしても1弦から2弦行く時ってアップした後にまたアップで入った方が楽なんじゃないかというのはありますけど、アップダウンで弾かないとごちゃごちゃになっちゃうので、ちょっとテンポのキープが難しくなっちゃうんですよ。だからぜひアップダウンで弾いてあげてください。基本ですからね。でここから慣れてきたら自分でアレンジしていけばいいんですよ。まずは基本通りやってみてください。はい、こんな感じです。まあこんな感じで、まあこの話もね、どんどん次の動画につなげていこうと思いますので、お楽しみにしてください。では次回の動画もお楽しみに。